アントニー・マーク・デビッド・ゴームリー OBE は、イギリスの彫刻家。イングランド北部のゲーツヘッドにある、パブリックアート、エンジェル・オブ・ザ・ノースや、リバプール近郊、クロスビー・ビーチの、アナザー・プレイスといった作品で知られている。ゴームリーは7人の子供たちの歯として、ロンドンのハムステッドに生まれた。ノース・ヨークシャー州のアンプル・フォース・カレッジに入学。 1968年から1971年にかけて、ケンブリッジ大学トリニティカレッジで、考古学、人類学、美術史の学位を取得すると、スリランカ及び、スリランカに渡り、仏教を3年間学ぶ。1974年に、ロンドンに戻ると、セントラルセント・マーチンズ・カレッジオぶ、アートデザイン及びゴールドスミス・カレッジに通い、 1977年から1979年まで、スレード美術大学、ユニバーシティカレッジロンドンの彫刻の大学院課程を終了。ここ25年間、ゴームリーは人体とは記憶と変化の場所であるとするラディカルな研究を通して、そして自身の体をモデルに、ツールに、素材に使って、彫刻における人間像に新しい生命を与えてきた。 1990年以降は、アロットメント、クリスタルマス、アナザーアップレース、ドメインフィールド、インサイドオーストラリア、最近のブラインドライトといった大規模なインスタレーションの中で、集団の肉体及び自他の関係性を切り開くための人間の条件に関心を広げている。ゴームリーは、自身の作品を我々全員が生きている状況の反対側で、 その場所を具体化する試みだと述べている。彼の作品の多くは、彼自身の肉体、あるいは、私が永久に持ち続けるであろう、物質の最も新しい体験、及び、その内側で、私が生きている、物質世界の唯一の部分から取られた絵型をベースに、している。彼の作品は、人体を、物としてではなく、場所として、 扱おうとしていて、その制作過程は、全人類共通の条件を識別するために、個々の肉体の場所を取り囲むことである。作品は象徴ではなく、印、時間の中のリアルな肉体のリアルなイベントの痕跡なのである。ゴームリーの作品の展示は広範囲にわたっている。ホワイトチャペルギャラリー、テートギャラリー、ヘイワードギャラリー、大英博物館。 ホワイトキューブなど、イギリス国内は元より、コペンハーゲンのルイジアナ近代美術館、ワシントン DC のコーコランギャラリー、ダブリンのアイルランド近代美術館、ドイツのケルン芸術協会といった、世界各地の美術館で、これまで個展が開かれた。2007年8月19日からも、ヘイワードギャラリーで、彼の代表作といえる、ブラインドライトが展示されている。また、ベネツィアビエンナーレ、 カッセルのドクメンタ8といったグループ展にも作品を出品している。フィールドという作品はアメリカ、ヨーロッパ、アジアを巡回している。2006年のシドニービエンナーレではゴームリのアジアンフィールドがフィーチャーされた。この作品は100トンの赤粘土から350人の中国村民が5日間かけて手作りした18万個の 小さな粘土性勝率像のインスタレーションだった。この年はさらに、ペニー・ウールコック監督の映画、エクソダスのクライマックスである、高さ25メートルのザ・ウェイスト・マンの炎上を行った。この映画は、聖書の中のユダヤ民族の奴隷からの解放を描いたもので、アートエンジェル社からの移植であった。エンジェル・オブ・ザ・ノース並びに、グリニッジのテムズ川沿いにある金作。 クアンタム・クラウドは、イギリス現代彫刻の最も名高い例に挙げられている。ゴームリーの重要なインスタレーションの一つ、アナザー・プレイスは、マージー・サイド州、クロスビー・ビーチにディスプレイされたまま、現在も、高級的に残されている。ゴームリーは1994年に、ターナー賞、1999年にサウス・バンク賞、ビジュアル・アート部門。 2007年にはバーンハード・ヘイビガー、小彫国部門をそれぞれ受賞している。また、1997年には大英帝国勲章を贈られた。さらに、王立英国建築家協会、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ、同大学、ジーザス・カレッジの名誉フェローで、2003年からはロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの会員でもある。また、大英博物館、 バルティック現代美術センターの理事でもある。アントニー・ゴームリー、アイアン・マン・ゴームリーのウェブサイトには2007年までのほぼ全部の画像がある。主要なものだけを以下に列挙する。ありがとうございます。